はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ、1183年この様子に兵士にですね打撃を与えたのは誰かというと、源の頼朝ではなくて、源の義仲の方になるんですね。はい、源の義仲が京に入るということになります。はい、ところが兵士が逃げ出すということになります。はい、ところが源の義仲には一つだけ問題点が発生しまして、食料とかを十分に準備しないまま戦争をしちゃうということですね。はい、まあこれ日本でもよくあるあるなんですけど、はい、食料はあんまり準備しないで、じゃあどうするかって都で暴れて、要するに人のもんを奪うしかねえじゃんっていう話になるということです。はい、というわけで、源義仲が兵士を討伐したのはいいんですけど、まあ都の人々にまあものすごい反感買うんですね、源義仲。じゃあどうするって言ったら、じゃあもう一人いるじゃんっていう、源の頼朝いいんじゃんって、じゃあ源の頼朝にお願いして源の義仲どうにかしてもらおうかと、まあ、こういう流れになっちゃうんで、まあ、源の義仲さん退場されるということになるわけですね。よろしいでしょうか。では源の義仲は京に入るけれども、京から出ていくっていうか、まあ死んでしまうということになるんですが、それについては次回見ていきましょう。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。